これはもしかしてはい、そうです。こちらがプレミアムトレアーズボックスウルトラサンウルトラムーンです。イエーイ、すごい。そう、もう全カードをね、今日は公開する勢いでこれを開けていっちゃうわけですよ。早速中開けていきましょう。なんかね、トレーナーズが入ってて、拡張パックが入ってて、あとプレミアムないろんなグッズが入っているという、そういう感じらしいですね。はい、こういう感じ。いやー、かっこいいね。前回の時って黒かったですけれど、今回は白ですね。まずは中身からいこう。中はこんな感じです。あ、白はかっこいい。これぞ大人向けって感じですね。本当にかっこいいっす。で、ここをパカッと開けるとこんな感じにいろいろ入ってますね。で、この中蓋を、これ仕切りなんだ、これは仕切りになるんでね、一回トラッシュしないで持っておきます。で、中を見ていくと、はい、ここにまず拡張パックが20パック入ってる。ウルトラサンが10、ウルトラムーンが10。いいね。で、さらにここにあるのは、おー、デッキシールドです。これもいけてますね。ソルガレとルナーラの、じゃないや、ネクロズマの暁黄昏、はい、いいですね。で、それに加えてこちらのアクリルダメカン。アクリルダメカンだけじゃなくて、個人的にね、いいなって思うのがね、毒やけどマーカーです。毒やけどマーカーのかっこいいバージョン。紙じゃないんですよ、紙じゃない。で、さらに GX マーカーは赤いやつが入ってる。いけてる、これも。うん。で、ポケモンコインはおなじみの、これはプレミアムトレアーズボックスに入ってるやつです。うん、かっこいいですね。そして、このさっきね、分解した箱については、ここにね、組み立て法が書いてありまして、ここに従って仕切りたいにできますと。こんな感じで仕切りができますということっぽいね。はい、これで OK っぽい、多分。いいね。で、最後残ってるのがこの辺です。じゃあこれを今回はババッと紹介 していきましょう。ほい。はい、エネルギーがたっぷり入ってます。すごい。これは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 枚入っているんで、それぞれがエネルギー不足の方はぜひね、これを買えば一気に揃うっていう感じ。そしてお待ちかね、必須トレーナーズ。さあ、どんだけ必須かっていうのを僕がチェックしてあげましょう。ほい。あー、アクアパッチね、確かに必須。お、2枚も入ってる。ネストボールね、これもまあ確かに使えそうですね。はい。で、ハイパーボールも入ってる。ハイパーボール4枚入ってるんでね、ハイパーボール4枚大体の敵に入るんで、かなりいいと思います。不思議な目、これも必須パーツですね。はい、これも4つ入ってますね。いいですね。で、あ、出ました、こだわり鉢巻き。このこだわり鉢巻きも普通によく2枚ぐらいデッキに入ったりするんで、ちょうど2枚入ってていいですね。で、牡蠣が2枚入ってる。うん、牡蠣もこのデッキのね、ホウジ X とかと相性がいい、素晴らしいカードです。で、シロナが入ってる。そうね、シロナもね、プラタンドで切りたくないカードがあるときに、使いやすいカード。で、リーリエが入ってますね。リーリエは4枚入ってると。はい。で、エーテルパラダイスホークが2枚入って、どっちかな、ガチリンの祭壇ですね。ガチリンの祭壇が入ってテセラギノガという感じで、ダブル無色エネルギーが入って、ここでこっから X3 カード、
3部分だけじゃない XY のカードも入ってます。バトルサーチャーが2枚、うん、いいね。サーチャーは超強いんでこれは2枚入って嬉しい。 PPMAX 2枚、はい、これも使えますね。タニポケモンデッキで闘魂の回し使えます。うん、 N も入ってる2枚、 N もいいね。風呂が入ってる、風呂も結構強くて、まあ、不思議な目持ってこれますね。で、プラターノ博士が4枚も入ってます。ちょっともう XY シリーズでプラターノ博士がね手に入りにくい方はぜひここでって感じで、フラダリも2枚入ってる、うん、グズマと使い分けても OK で、ストロングエネルギーが2枚入ってるとっていう感じで、こんだけ入ってました。はい、というわけでリスト最後に公開するとこんな感じです。皆さん見えますか？はい、こんな感じで入ってるんで、ぜひこのプレミアムトレーナーズボックスで新しくね、ポケモンカードを始めたい方もね、始めてるけれどちょっともうちょっとデッキを強くしたいって方もね、ぜひ手に入れてください。